真珠の耳飾りの少女は、アメリカ合衆国出身の小説家、トレイシー・シュバリエによって1999年に発表された歴史小説である。17世紀の画家、フェルメールの絵が、真珠の耳飾りの少女に着想を得た作品である。シュバリエは編集者から小説家へ転向して、第2作として書いた、この小説が当たり、ベストセラー作家入りした。2003年には、 同盟で映画化された。トレーシー・シュバリエは、真珠の耳飾りの少女で、少女が見せる、意味深な表情に見せられ、実質にそのポスターを飾り、やがてこの物語の着想を得ることになった。トレーシー・シュバリエは19歳の時に、美術館で見た、フェルメールの、真珠の耳飾りの少女に惹かれ、すぐにそのポスターを手に入れ実質に飾り、それは16年経っても、彼女の部屋に飾られている。 シュバリエは絵に描かれる少女の意味深な表情が気になった。トレイジーに言わせると少女の表情は矛盾だらけで無垢でありながらすれていて喜びにあふれていながら悲しみに満ちていて希望にあふれていながら喪失感に満ちている。こうした複雑な感情は実は皆この絵画を描いているかカフェルメールに向けられているものだとシュバリエは考えるようになった。テッドで シュバリエ自身が語ったことによると、つまり次のようなことが起きた。シュバリエは長年、真珠の耳飾りの少女を自室に飾っていたが、彼女がこの絵で特に好きなのは、少女が見せる複雑な表情だった。そしてシュバリエが大人になったある日のこと、ふと、少女とフェルメールの人間関係が気になり始めた。少女に、このような不思議な表情をさせるとは、 一体フェルメールはこの少女に対して何をしたのだろう。いろいろ調べてみてもこの絵画に描かれた少女のことは記録に残っていない。フェルメールの作品に描かれたモデルたちのことは他の作品のモデルも含めてほとんどわかっていない。それどころかフェルメール自身のことも謎が多くわからないことが多い。そこで彼女はそれが大きなチャンスだと気づいた。 確かなことが知られていないということは、自由に物語を空想することが許されるのだから。彼女が空想、推理した筋道というのは、およそ次のようなものである。この少女は誰フェルメールの娘イナフェルメールは、子供が11人いたことが知られている。日常生活はさぞかしにぎやかだったことだろう。だが、フェルメールの絵画はどれも、静寂さに満ちている。 それはフェルメールが仕事場のアトリエに家族を一切入れなかったからだ。おまけに絵画に描かれた少女は口を半開きにしている。当時は口を半開きに描くことは性的なことを意味した。だからこの少女はフェルメールの娘であるはずがない。ではアトリエに入れたのは誰メシいだ。アトリエに一切誰も入れなかったが、メシいだけは掃除のために入ることを許したのだろう。 ところで絵画に描かれている少女が身につけているものは、失素ただ一つ、豪華な耳飾りを除いて、フェルメールの妻が持っていたもののリストが現在まで残っていて、フェルメールは妻のものを絵画の中に登場させていたことがわかっている。この絵画に登場する耳飾りも衣類も妻のものなのだ。つまり、フェルメールはある時、絵画のモデルとして、 メシ使いの少女を使うことを思いついた。そして妻のものを身につけさせた。当時、絵画を一枚描くのには、長い日数がかかる。家族が入ることも許されないアトリエという密室に、フェルメールとメシ使いの少女が二人きり。長時間二人きりでいるうちに、少女はフェルメールに恋し始める。でもそれは、抱いてはいけない恋心だった。フェルメールには奥様がいる。 自分を絵画に描くフェルメールを見ながら少女は思う。奥様は私たちの関係に気づいていない。それとも気づいているこれこそがこの絵画の少女の謎めいた表情の真相だ。この小説にはアントニ・ファン・レーウェンフックも登場する。レーウェンフックはフェルメールの後期の作品、天文学者、地理学者のモデルであったとも言われている人物である。 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y t e d のプレゼンテーション。ありがとうございます。